はい、それでは本日もこちら続けていきましょう。あらすじはいらぬと。あれ、そういや何すんだ、決議聞いて忘れとる。確かに年がいもなくて出ちゃってた。熊田さんは手にとって憧れの人だったんだろうな。なんじゃ。話には聞いたことがあるがの、怪しろ家の顧問弁。とにかく何するかわからんくなった時には聞いたことがないな。じゃがいろいろと試してみる。連中は信じきっておるようじゃが、医者のわしからすれば伝説は伝説に過ぎんとしか言えんな。まあ伝説に踊らされているようじゃ医者にはなれんか。上様はとても美しい人だったんじゃ。そういえば、あずさが今日も来とったぞ。薬だけ持ってさっき帰ったとこじゃ。このセリフが必要なんだ。ああ、あずさがここに来ていたのか。禅蔵さんももうすぐ戻ると言っていたな。これが必要だったのか、この言葉が。お帰りなさいませ。あずさ様がたった今お帰りになりました。今にいらっしゃいます。ありがとうございます。あら探偵さん、私に何か？お聞きしたいことがあるんです。お時間いただけますか？仕方ないわね。菊おば様の発言権は綾代商事でも絶対的だったよね。あずさがタバコを気にしてるってのがよくわかるな、この灰皿の位置からすると。もう幹事兄さんから聞いたんでしょ。喉が痛いんだから余計なことを喋らせないでよ。アキラさんについて何かご存知ですか？ああ、兄さんのドラ息子ね。遺言公開の日もこっちで会ったけど、そういえばその時アキラは誰かとこそこそ会っていたようね。え、一体誰と？それはご自分でお調べになれば、探偵さん。ああ、次郎についてなら探偵さんの興味を引きそうなことがある。おば様が亡くなって一番困ったことになったのは次郎じゃないかしら。それはどういう意味ですか？社長の幹事兄さんと専務の次郎はね、会社の中で激しく対立してたのよ。今まではおば様がいたから幹事兄さんも綾代商事を思い通りにできなかったけど、今はもう兄さんの望むままね。幹事兄さんがいる限り専務の次郎は会社の中で小さくなってなきゃならなくなったのよ。こんなやだな。幹事さんと次郎さんにはそんな確執が？この家の顧問弁護士でしょ？頭は切れるらしいわね。会社の相談役にもなってるようだけど。まあ弁護士が頭切れるようじゃなかったらそもそも受からんしな、司法試験に。こっちが聞きたいくらいよ。大体あなた探偵でしょ？こんなとこでグズグズしてないで、ゆりさんでも探してらっしゃいよ。もう無理なんだよね。ゆりさんが見つからなければ遺産の分配ができない。それでイライラしてるんだろうか。知らないわよ。そんな幹事兄さんにとっておば様の個人財産なんてどうでもいいんじゃないかしら。それよりも綾代商事を自由にできることの方がよほど魅力的なことに違いないわ。ユリさんが現れないことを心の中で願っているんじゃない？
何を話せっていうの？それともやっぱり私たちを疑ってるの？あなた本当に探偵？気の強そうな人だ。灰皿はきれいに磨かれている。はい。前にいろ。お忙しい方ですか。どのようなものか存じませんが、それを持つことによって初めて。このしきたりね。神楽棚の原神さんに聞きました。ユリさんは恋人と駆け落ちしてしまったんですね。はい。旦那様がお二人の仲を決して許そうとせず、結果家を飛び出してしまわれました。それでもユリ様は菊様の一人娘です。当家の後継者となられるのはやはりユリ様だと考えられるのではないかと。神田弁護士について詳しく教えていただけませんか。立派な方です。菊様が亡くなられた時、私の話を親身になって聞いてくださいました。では一度探偵に調査を頼んでみてはどうかということで、有名な宇津木探偵事務所の優秀な探偵のあなた様を教えてくださったのですよ。あ、そうだったんですか。お会いしたいということでしたら、まずはお電話されてはいかがでしょう。神田様の事務所の電話番号は米16の短縮ダイヤルです。神田弁護士事務所です。申し訳ございませんが、ただいまの時間は受付時間外となっております。恐れ入りますが、おかけ直しいただきますようお願い申し上げます。こんな時間じゃ無理ないか。神田様の事務所。ねえ、繋がらなかったって言っても無駄か。お忙しい方ですから、時間でもまだお仕事。ああ、そうでした。茜に確認をしたのですが、あの日明様は何やら大きな荷物を持って屋敷の裏にある土蔵のあたりでうろついていらっしゃったそうなのです。何をなさっておられたのやら。土蔵？大きな荷物？土蔵は屋敷の裏にございます。高価な骨董品がたくさん保管してありますので、入り口には鍵がかかっております。茜さん。どうしたんだ、ひどく怯えてるようだけど。お願いです。反応がまだないな。
願いです、お願いです、お願いです、お願いです。私何も知りません。何かひどく怯えてるようにも見えるが、こっちじゃなさそうだなっと。何なの？いきなり何よ。それがどうしたっていうの？ダメか。ええ、いろいろと。他にも様々な噂が飛び交っているようですね。君の悪いことも噂しておりましたでしょう。ああ、満月の間にキクサが蘇るという、ああ、君の悪い話ですね。村人たちがいい加減なことを言って勝手に騒いでるだけでございます。そういえば今夜あたりはちょうど満月ですね。満月か。そろそろ戻らないと事務所に着くのが夜中になってしまう。あゆみちゃん心配させるといけないし帰ろう。ありがとうございました。今日はこれでおいとまします。おいとまします。ございますか。それでは道中お気をつけて。お気をつけ、失礼します。お気をつけするほどの危険な場所もないような気もするけど。こんな遅くまで調査してなのか。お互い様でしょ。それで綾代商事のことだけどね、絶対的な発言権を持っていた菊が亡くなったことで綾代商事は大変みたいよ。それというのも実は社長と専務の対立にとうとう火がついちゃったらしいの。なんだって。今のところは社長の幹事が立場的にかなり有利なようだけど、専務の次郎だって黙ってないから、二人の対立はこれからますます激しくなっていくんじゃないかしら。幹事にとって新しい目の上のたんこぶってわけね。なるほど、ありがとう。すごく参考になったよ。そう？それじゃあ今日分かったことを整理して推理してみよう。まず幹事だが、菊が死んだことで事実上綾代商事の実権を握ったことになる。一方の次郎は会社での立場が悪くなってしまった。金に困っていたあずさんには菊の遺産が転がり込むことになった。そしてあの遺言書に書かれていた有利という行方不明の人物には、会長菊の全ての権利がそっくりそのまま譲られるわけだ。それともう一つ、アキラは土蔵のそばで一体何を。だんだん綾代家や綾代商事内部の事情が明らかになってきたわね。でも調査は依頼された菊の死の真相には近づけていないな。焦っちゃダメよ、私も協力するわ。じっくり進めていきましょう。うん、ありがとう。とはいえ今夜はもう遅いから、調査の続きはまた明日にしましょう。私も綾代商事に関して他に情報がないか探ってみるわね。そうだ、明日天地さんに会ってみようかな。天地さんの部屋を出てから連絡もしてないし、心配させてるかもしれない。第三章第一の殺人。
大体あのファミコン版というかディスクシステム版というかバーチャルコンソール版ではここから後編になります。おはよう。今日もすぐに明神村に向かうの？綾代家に行こうか。その前に天津さんに会っておこうか迷ってるんだ。あれっきり天津さんに連絡もしてないし。そう、私も昨日言った通り綾代少女に関して他に情報がないか探ってみるわね。あ、気をつけて。あなたもね。アマチのマンション。はい。アマチさん、僕です。ああ、君か。待って、今ドアを開けるよ。久々のジョン君の声です。うん、アマチの部屋。失礼します。くつろいでおられるところをすみません。いや、テレビを見ていただけだよ。ゆっくりしていけばいいさ。そういえばあれから何か進展はあったかい？それなんですが、天津さん、僕はどうも綾代家の調査のために明治村へ行っていたようなんです。そうだったのか。だから君はあんなところに行っていたわけだ。それじゃああの崖へ何をしに行ったのか思い出したのかい？そこまではわからないんです。あの綾代家の調査を依頼されているなんて、君は相当優秀な探偵なんだね。よみがえりの伝説、なかなか面白そうな話だね。村の人たちの間では単なる伝説ではなく今でも信じられているとのことです。いや、さすがにそれはないだろう。面白そうな話だけどね。すまないが、そういう人は知らないな。だが直感だがね、君の事故とその人は何か関係があるんじゃないかな。いやいや、素人の推理だから気にしないでくれよ。つまらないことを言っちゃったかな。すまないが、そういう人は知らないな。だが直感だがね、うん、いやいや、同じアキラとユリは同じ。どうだい、記憶は戻ったのかい？いや、まだ完全じゃない、完全じゃないようです。そうか。力になれることがあるかもしれないから、いつでもおいで、相談に乗るよ。いろいろ聞きたいことがあるから後でいただこうかな。ダメだ。天津さんが僕を助けてくれた命の恩人だ。でもそれが、これは取れそうにないな。そういえば綾代少女は社長がかねてから強く希望していた新事業へ進出することになったそうだよ。会長の菊さんの反対でずっと延期されていて、今年がその期限だったとも新聞に書かれていたよ。思えば会長が亡くなったのは社長にとって随分都合のいいことみたいだね。それでは今日は。おや、速報だ。事件が起きたようだな。綾代商事社長の綾代幹事氏58歳が明神村の元会長宅で何者かによって殺害された模様です。なんだって、幹事さんが殺された？とにかく急ぎたまえ。
はい、失礼します。土蔵の周りは警察関係者だらけだ。物々しい雰囲気に包まれている。これまだ前編の方だ。ちょっとすみません。なんだい君は。関係者以外は立ち入り禁止だよ。すみません、宇津木探偵事務所の者ですが、中に入れてもらえませんか。え、君が宇津木さんのところの、ここを調査中の探偵って君のことだったのか。まあ、そういうことであれば中に入って構わないよ。さ、ファミコン版とスイッチ版の遺体の描写がどういう風に変わってるか。ネットでは最初に見たけれども、あ、真正面じゃないんだな。この開かれた瞳、まるで何かを訴えようとしてるかのようだ。おいおい、勝手に入ってきちゃ困るよ。すみません、許可はいただいています。僕は宇津木探偵事務所の者です。へえ、君が。わかった、現場荒らさないようにしてくれよ。ナイフで胸を一突き、即死だろうね。傷は心臓まで達しているよ。昨晩の10時から11時までの間だろう。の証言とはちょっと食い違うんだがね。善良さんの証言とどういうことだろう。ご遺体の状況から何か分かりますか。そうだな、ほとんど争うこともなく、いきなり正面から刺されたようだ。こういう状況は身内による犯行の時よく見られるね。開かれた瞳、まるで何かを訴えようとしてるかのようだ。出血は少ないようだ。ナイフが刺さったままだからかな。指が空を包むように歪んでる。苦しんだ痕跡だろうか。壺が割れている。幹事さんと犯人が揉み合って割れたんだろうか。ずいぶん深々と刺さっているな。こうなるにはかなりの力が必要だね。足を見て出血が少ないようだってのも珍しい言い方だな。骨董品が棚に並べられている。高価そうだ。うっすら埃とかぶっている。この様子だとめったに人が来ないようだな。写真を撮り続けて隅々まで記録に残すんだろう。これは懐かしいな。ある意味骨董品ではあるが、犯行が行われた場所にしてはあまり散らかっていないな。おや、土蔵の奥にもう一つ飛び上がる。なんだろう。錠前がかかっていて鍵がなければ開きそうもないな。あとはなんか反応が違う。この箱は
こんなところにしまっておくなんてもったいない。1日1時間ならやってもいいじゃないか。なんなんだっていうことは今の反応からするとゲームか。犯行が行われ同じや。あとはなんか文字が変わるようなところはないか。おや、鍵は落ちてる。どこの鍵だろう。こら、勝手に触るんじゃない。指紋がつくじゃないか。あ、すいません。この後の鍵は鑑識回され、警官が鍵を税蔵さんに見せたところ、この土蔵の鍵だと判明した。発見者はここの執事だそうだ。土蔵の奥に血に染まった怪しろ幹事の遺体がある。幹事様がなぜこのような恐ろしいことに。それは分かりません。ただこれは何かの始まりに過ぎない。そう思えてならないんです。失礼ですが、昨夜の10時から17時の間、あなたはどこで何をなさってましたか。アリバイですか。いえ、お気になさらないでください。当然の質問でしょう。私は昨晩、いつも通り11時から12時頃まで屋敷の見回りをしておりました。ではその時幹事さんのご遺体を発見されたんですか。いいえ、その時土蔵の扉にはしっかりと鍵がかかっておりました。ところが今朝早く土蔵の前を通りかかってふと扉を見ましたら、鍵はいつの間にか外れていたのです。驚いて中に入ってみると幹事様が変わり果てた姿で。しかし土蔵で殺人があったのは昨夜の10時から11時の間ということですよ。警察の方も私の勘違いではないかとおっしゃるのです。土蔵は長い間使われておりませんでしたので、いつも鍵がかけられておりました。じゃあめったに人は来ないんですね。なぜかアキラ様は土蔵の近くに来られたようですが。そうだ、アカネさんが大きな荷物を持ったアキラさんを見たって言っていたんだな。下が回らなかった。あの扉の奥に何があるんですか。さあ、何のために作られたものか私は存じません。実はこの私でさえあの扉の中に入ったことは一度もないのです。実はここに保管されていた骨董品のいくつかがなくなっているのです。あのナイフもここにあったものの一つです。え、それは本当ですか。はい、確かなことでございます。ですのでこれは物取りの仕業に違いありません。土蔵の鍵は普段は誰が持っていたんです。菊様の寝室にあるタバコ入れの引き出しにしまってあったはずですが、誰かが持ち出したのでしょうか。タバコ入れ、旦那様の家担として菊様が愛用しておられました。キクさんはタバコ。はい、以前は。しかし心臓に良くないと熊田先生に言われてからは禁煙して
ておられました。それ以来小物入れとして使っておられたようです。なるほど。で、そのタバコ入れは？今はそれどころじゃない、今はそれどころじゃないや。骨董品の鍵はタバコ入れの、何のために作られたの？あの日土蔵の近くになぜアキラ様、大変な状況ではありますが、少し話を聞かせてもらえますか？あかねさんを疑っているわけではなく、あくまで調査ですから。警察の方に？一応僕も聞いておきたいんです。わかりました。失礼ですが、昨夜の10時から11時の間、あなたはどこで何をなさってましたか？キクさんのタバコ入れについてお聞きしたいんですが。知りません私。土蔵の鍵のことについて何か知ってることはありませんか？知りません私。そんなこと何もわかりません。本当です。善蔵さんが骨董品のいくつかがなくなっているとおっしゃっていますが、あかねさんから見てどうです？知りません私。あかねさん相当動揺してるようだな。兄さんどうしてこんなことに。ちくしょう、一体誰が兄さんを。堀内健雄さんだな。兄さん、ということは、あの、ちょっとすみません。なんだ君は。うわ、この人はあんまり変わってないな。今で話されてはいかがでしょうか？そうですね、では。あの、私がご案内いたします。林野家の今では、私はこれで。あの、あずささんはどうされているんですか？姿は見えませんが。あずさ様はお部屋にいらっしゃいます。そうですか。それでは失礼いたします。ついに殺人が起こってしまった。一体誰が幹事さんは。おい、何を考え込んでいる。話があると言ったのはそっちじゃないか。第一、君は一体何者なんだ。すみません、申し遅れましたが、僕は宇津木探偵事務所の源氏です。善蔵さんの依頼でこちらのお宅に出入りさせていただいています。何？探偵？その探偵が私に何の用だね。あ、兄さん、私は犯人を殺してやりたいよ。兄さんをあんな目に遭わせやがって。その犯人を見つけ出すためにご協力いただけませんか？私が今そんなことはかん。やっぱり違うな。お気持ちは分かりますが、ご協力いただけませんか？あんなろくでなしのことなど話したくもない。ろくでなしですか？7である。昔そういうのあったな。幹事さんについて話していただけますか？至急兄さんに見てもらいたい書類があったんだ。
ところが今日会社には出ていない。多分ここにいるだろうと聞いてやってくれば、この有様だ。畜生、一体誰が幹事兄さんを。失礼ですが、昨夜の10時から11時の間、あなたはどこで何をなさってましたか？何だと？私を疑っているのか？失敬な。第一、警察の人間でもない君になぜ私がそんなことに答えなきゃならんのだ。君にそんなことを聞く権利があるのかね。土蔵の骨董品がいくつかなくなっているようですが、何かご存知ですか？知らんよ。土蔵なんて近づきもしないからな。アキラが遊ぶ金欲しさに盗んだんじゃないのか？一体何だって言うん？他に何か気づいたことはありませんか？これから兄さんの分まで頑張らねばならんのか。君の相手などしている暇はない。今そんなことは。畜生。借金をしてすぐにでも金が欲しいだろうが、ユリが行方不明で遺産の分配ができず随分困っているようだな。どうだ、覚えておいて損はないと思うがね。そうだ、確か幹事さんやキクさんからお金を借りていたんだったな。デタラミなんか偉いな。骨董品なんて。今そんなこと。ま、わからなくなったらとにかく何でも突きつける。そんなことは。ひどい借金。私はあんなろくで。今そんなことは。とりあえず話は全部やってみたが。もしもし、神田先生はいらっしゃいますか？神田はただいま外出中です。そうですか。ありがとうございました。アザサ姉さんは兄さんに借金を返す必要がなくなったわけだ。ま、何かの参考になるかもな。ジロー、ちょ
っとそれどういう意味よ。あんたが来たって言うからどんな顔をしてるのか拝んでやろうと思ったら、何なの？そういうあんたこそ兄さんが死んで嬉しくって仕方がないんじゃないの？言ってることが白々しいのよ。顔に本音が大きく書いてあるくせに。なんてこと。姉さんこそ。もういい、話しな。言ってしまった。まったく勝手なことを言って。探偵さん、次郎の言い分に耳を傾ける必要なんてないわ。まあね、正直言って借りた本人が亡くなったからって言ってその借金が帳消しになるわけではもちろんありません。確かそれの血縁者に返さなきゃなんないのがあったはずですからね。ちょっと待ってください。何よ。はい、お願いします。まったくもう。じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思いますと。いや、それでは失礼します。